こんにちは、さやさこころです。今回はサマンサタバサのプロアマに出場してきた結果、報告、その他感想など少しお話ししたいと思います。ですね、出場したのが7月の13日に、私はあの大好きな大好きなイーグルポイントでサマンサタバサのプロアマに出場してきました。なんとですね、昨年も出たので今回2回目の出場になります。去年はキムハヌル、韓国のね、今賞金ランキングナンバーワンかな、はい、キムハヌル選手と回りまして、今年はなんと原エリナプロとラウンドをしました。いやー、もうなんですかね、綺麗、力強い、かっこいい、でも超気さくっていう、なんかこう、そうですね、もうゴルファーとして尊敬するところがたくさんありました。でですね、その原エリナプロと私とあと2人男性の方とチームでやったんですが、なんとチーム賞は2位でした。まあすごいゲームとかもあって、ちょっとこうなんだろう、バーディーだけ取ればいいってわけでもなく、ゲームのバーディーとかゲームのイーグルとかそういうのも大事になってくるようなゲーム性のあるプラマだったんですが、すごくいい成績を残すことができました。でですね、さらになんとですね、私は女子のニアピンとドラコンなどもありまして、それを2つ、ニアピンとドラコン2つゲットすることができました。最近なんだろう、そういうホールではたまに成績を出せるようになってきました。これもね、皆さんに日頃 YouTube をこう撮ってね、カメラがある状況でも頑張れるっていう、そのメンタルの強さが出てきてるんではないかと思います。はい、そんなこんなで、まあ、後日ね、原エリナさんのスイングに影響されて、またね、なんかいろいろねやってみたりはしてるんですけど、まあ結構無理もあるので、そういうのは調整しながらさらにレベルアップを目指して頑張りたいと思ってます。ではまた次回の動画楽しみにしててください。バイバーイ。今日は7月13日に行われるサマンサタバサの女子のプロアマに出る衣装を選びに本社に来ました。みんないるんで静かに喋ってます。どんな衣装なんですかね、今年はね。新作私もまだあんま見れてないんで、ちょっといろんなの着てどれがいいか選びたいと思います。30になったのでね、それなりに落ち着いた感じの、まあでも逆を行こうかな、結構パパッとした色味もいいかもしれないんですけど、選びたいと思います。今年はノースリーブがかなり気に入っているので、ノースリーブにしたいと思ってます。結構いろんなのありますよ、まあ、かわいい感じかもしれない。でもちょっとシンプルになったかも、去年より。ですよね、シンプルもありつつ、でもフリルとかもあるんですか、はい、ちょっと可愛さも残している、かわいいですね。はい、ワンピースも新しい。あんま普段ワンピース着ないから、プラハだったらワンピースもあるけどね。どう思っちゃう、うん、すごい爽やかで素敵か、うん、すごいよ。あ、かわいい、かわいくない、かわいい。あ、すごい素敵かも、うん、よいよい、よいよいよい、よいよいよい、ちょっと面白いのが見て、面白い、リボンがリボンがついてる、裏はこんな感じ。でも可愛いと思う、これとか超大人っぽいよ、うん、あ、そうですね、落ち着いてる、やっぱね、うん、柄に行きましょう。ここはやはりバイザーバージョン。後ろは、後ろなんか書いてある、あ、ここに書いてあるのか、はい、いいと思います、大人っぽくて納得して書いてますね、サマーズで。可愛いです。やってきました。今日は女子プロとラウンドします。
眩しい。晴れてる。でも豪雨が来るかもしれない。頑張ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。